高進港、フェリーターミナル正面玄関、フェリーターミナル側面から見た、乗船橋1階待合ロビーにある観光案内所1階に、ある発見カウンター2階待合ロビーと奥にある、上高口株加工は、北海道レブン郡レブン町にある港湾。港湾管理者は、レブン町。港湾法上の地方港湾に指定されている。船泊り分港がある。レブン島での生活。 産業や観光の拠点となっている。地図かつては、ポンモシリと呼ばれる岩礁があった。しかし、工事の際に破壊したため現存しない。港アシスの登録エリアには、フェリーターミナルのほかレブンお土産センター、レブン町総合交流促進施設、レブン町町民活動総合センター、レブン町郷土資料館、更新漁業共同組合などがある。 地図クルーズ客船などの大型客船が寄港する場合は、高進行に接岸できないため、郊外に闘病して、渡し船を使って島に上陸する。その際の上陸地は、通常のフェリー岸壁ではなく、中央浮島を利用している。フェリー株下,下港に、フェリーが到着すると、宿の出迎えや観光バスの送迎などで、港は賑わう。到着時は、初めての観光客であっても、 お帰りなさいと声をかけており、レブン島旅館民宿組合が、レブン島は家みたいなもの。自宅に帰ってくるように気軽に来てほしい。という願いから、1970年代の離島ブームの頃から始まった。港にお帰りなさいと大きく書かれているのはこのためである。毎年6月から9月までの観光シーズンには、出発時は行ってらっしゃいと言っている。また、 不定期で、レブン町のご当地キャラクター、厚門が出迎えや見送りをする場合もある。レブンでは、明治初期の弁済線による交易が行われており、1885年に、ナルト共同運輸会社によるオタル、マシケ航路を、僧ヤ、リシリ、レブンまで延長しており、開拓によって増加する人や、物資のための交通アクセスを確保していった。1892年には、 手塩北民総運会社によって当期間でもマシュケ、アバシリ艦航路が、大庭木、押し止まり、更新に寄港するようになった。1900年には、通年の定期航路として日本郵船による大たる、稚内観航路が開設し、往復ともに、マシ焼ケ、焼尻、手売り、大庭木、押し止まり、更新に寄港した。さらに、1915年までには、靴型、潜帽子 船戸まりが寄港地となり、当時の利リ尻リレブンすべての自治体に寄港していた時期もあった。昭和になると、鉄道の不設に伴って、輪っか内が交通の拠点となり、1936年に輪っか内と利リ尻リレブンを結ぶ航路が開設した。1945年には、利リ尻リ、レブン領土すべての自治体と連絡するようになった。これにより、 小樽からの航路からは家内がなくなり、藤山海運による鬼脇、き、戦防止、靴型、押し止まり、更新、船止まりに寄港する小樽リレー航路となった。ありがとうございます。